どうも、実況のテッシーです。今回はファミコンソフトの紹介動画となります。おいおいおい、テッシー急にどうしたと思われる方が、まあ、3万人ぐらいいると思うんですけど、まあ全国ファミコンカセット10本刀から依頼がありまして、動画を撮っております。まあ、今回記念すべき第1作目としてドンキーコングを紹介します。右手をご覧いただいての通り、1983年7月15日、任天堂より発売。ファミコン本体と同時発売？マジで？すごいね。まあ、あのファミリーコンピューター本体と同時発売ということです。まあ、ラルクのアークとレイのアルバムの同時発売くらいのインパクトなんですけれども、まあ、すごいですね。ジャンルはアクションゲームとなります。まあ、早速やっていきましょう。で、ゲーム内容は、これ一番上まで到達して、あのレディですね、レディを助けるという内容となっております。おい、てる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 。で、こうやってね、樽に当たっちゃうとダメなんでね、こうやってジャンプしてかわすっていうね、この高等技術で、さらなる高等技術が、これヒューンってやってこれ跳ね返るっていうね、このこうやって避けるっていうね、この高等技術がね必要になってくるっていうね、ヒューンっていうね、はい、樽が来ておりますけれども、これどこで落ちてくるかね、あんま見てなかったんですけど、どこで落ちてくるんですかね、これすごくないですか、これファインプレイじゃないですか。あ、でちなみにタイマーもありまして、あのボーナスっていうのが点数なんですけれども、あれがそのままタイマーとなっております。これそろそろ舐めてるとやばいんで行っちゃいましょう。で、一番上にあのレディさっき言いましたっけ、レディがいますね。これがね、あのレディなんですけれども、あの正式に名前がついたのは後から、ポリーンちゃんっていうらしいんですけど、てれてん、これやばいっすね、これあいつ容赦ないっすね、やばくないっすかあいつ。で、こうしてこれね、結構上まで行かないとダメっていうね、はい、クリアと。あれ、あとね、これね、これ落下すると死ぬっていうね、あのほんのね、1ミリでもちっちゃいと、あのなんだ、1ミリでもあの低いところに落下すると死んじゃうっていうね、あのすごいセンスの持ち主です。あのファミコンでいうとスペランカーとかありますよね、スペランカーでしたっけ、あれと同じような仕様で、あの段差落ちると死にますと。まあ、ドンキーが勝手になんか投げてるとよくわかんないんですけれども、ここショートカットできますね。このジャンプ台は何なんだと、タイミング見計るのがね、あの私超苦手でございまして、これやばくね、大丈夫、どこ落としてんの、ここ、うん、そこ大丈夫な、ここ大丈夫な、いってぃし。ええ、まあまあ行きましょう行きましょう。このパラソルを取って、あのね、炎に当たっちゃってもダメなんでね、あいつが下行くのをじーっと待ってるっていうね、こうやって、で今大丈夫でしたね、段差がなくて安心安心と。じゃあ今度下から行ってみましょうか。下から行くのが一番難しいっていうね、はい、ほらやばいでしょ、上からも降ってくるし、遠いしっていうね、で炎もいるし、なんざこらと。こっちのコースは最悪ですね、ここは。まあでも行けちゃうんですけどね、はい、で、あのね、右にある傘じゃないですね、傘はもう取ったんだっつーの、これ取っていきましょうか。はい、で、どこ大丈夫なのこれ、 M の下大丈夫なの、ここ、危な危な危な、え、これでギリギリ OK と。はい、そういうこと、そういうこと。で、これ3分だけね、ちょっと思考が違って、もうこれラストステージなんですね。で、このね、あの、黄色いチーズみたいな、これジャンプできんだよね。チーズみたいなのを取っていって、あの、足場をなくすと。足場なくすっていうより、落とすっていう感じですね。これもう一番下はもう足場ないですね。
で、まあドンキーコングといえばね、あのこのハンマーですよ、これ。これ取りますと無敵だと。無敵になるんですね。で、その代わりジャンプできないんで、あの階段にも登れないというね、あの単なる時間の無駄ということになるんですけれども、はい、終わりっていうね。で、まあこれを取って、まあジャンプしまして、あと最後、あれですね。あれ、これジャンプでかわせるんですかね。かわせるんですかね、これ。川島さんですか、川島さん。川島さん。はい。で、これで最後上ですね。これ、傘を取るというナメプをしてね。で、これで終わるっていうね。これで一通り一周が終わりましたということで、はい。レディを助けたということになりますね。はい、これで1周目終わりと。で、はい、終わりということになります。こんな感じでよろしいってことなんでしょうか。はい、こうやって死ぬんですね。これ落下、さっき言ったね。こんなちっちゃい隙間でも、隙間落下で死んでしまうというね、これ注意しなきゃダメで。で、これもちろんここはね、階段途中ないんで、登りきれないというね。で、このゲームのね、注意ポイントは、これ結構上まで登んないと横に移動できないっていうね。まあ当たり前のことなんですけれどもね、そこがね、意外に難しかったりするっていう。これね、これ無敵無敵。これ樽も破壊できるというね、優れものです。で、これね、終わるタイミングとかもわかんないんで、急に終わっちゃうことがあるっていうね。ほら、急に終わるでしょ？これはやばいと。で、この樽の避け方をこう避けるっていうね。はい、そんなスーパープレイはできないですね、連続は。ということで、ドンキーコング以上でございます。また次回の動画でお会いしましょう。